熱血中年の星。やけどするほど燃えてるぜ。ということで、はい、今回もにこやかに始まりました。そうですね、はい、さてさて、はい、今回のゲストご登場いただきます。なんか渋いあのダンディーな。そうですね、はい、いやいや、ご紹介をお願いいたします。はいはい、宮崎北歯科医院長の兵藤です。はい、兵藤優希さんです。優希さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そもそもあの兵藤さんが、ね、はい、あの歯の先生、歯医者さん、はい、なぜゲストにっていう、こうなんかつながりがなんかあったんでしょ。あ、そうなんです。私あの高校時代に、隣が兵藤先生だったの、大体立ち位置が立ち位置、そう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 、まあ、それでね、よく会うことがあるんですけどね、はい、いつもクラスが隣、クラスが隣、そうそうそう、だから同級生、ね、同級生、あ、同級生なんですね。そうなんですよ、同窓会、そういえば頻繁にされてますよね、うん、あ、まあね、皆さん仲がいい。で、ね、友達が宮崎ですごいうまい歯医者さんがあるんだってずっと言ってたんですよ、高鍋の友達が。で、遠くからわざわざ宮崎市内に来てて、それで、そういうところがあるんだねって、なんていう名前って言ったら、宮崎北歯科医院っていつも言ってたんですよ。腕がいいんだ。 で、ある時兵藤先生にお会いしたら、うん、北歯科医院の院長って兵藤先生っていうことで、びっくりして、頑張ってるんだな先生と思って。さてさて、その、はい、あの宮崎北歯科医院、ちょっとね、あのせっかくだからご紹介を、していただこうかなというか、はい、はっていうと、うん、あの最近私もあのなんか気に、あの全然昔からね、あの、うんうん、お世話になってる歯医者さんとかあのものなんですが、ちょっとやっぱ技術とかもどんどん進んできて、うんうん、あのなんかこう詰めるものとかそういうものもだいぶ変わってきたんでしょ、技術とか、はい、昔はご飯粒とかね、うん、何をご飯粒なわけないですけどそれはないですけど、セイロガン詰めてた、そうそうそうそれあったないでしょあれやっぱり、そうね、もう最近はだから金属をノンメタル、うん、あ、金属をやめてこうセラミックとかね、そうそう、そういう系に変わってきてます。金属アレルギーとかありますからね、うん、はい、セラミック、うん、いいですよね、うん、あの見た目も綺麗だしね、はい、で歯がやっぱり、人間は歯が命、あ、それ人形は顔が命だった、ね、聞いたことありますね、それね、目防講師というか、あのね、あの美人の条件、うん、目と歯が綺麗だったら美人ちゃんっていうね、うん、言葉もある通り、うん、やっぱりそういう歯って大事ですよね。そうですね、だからホワイトニングとかもね、うん、ホワイトニング、うん、流行ってますよね、流行ってますよね、うん、ホワイトニングって、うん、あのやっぱりこうね、うん、ここやっぱり身だしなみの一つとしてさ、うん、大事でしょ。で、歯の矯正とかももう、うん、随分とやはりもう進んできてるでしょ、技術が。そうですね、もう結構ほら、あの見えないやつとかね、結構出てきてますよね、うんうん、そう、うん、あのお掃除が便利なやつとか、うんうん、なんかいろいろあるんでしょ、うん、そういうのも含めて、うん、私たち中年的には、はい、私たちって自分のことをまず中心に言うんですけど、うん、やっぱり歯と病気っていうか、うん、それがなんか真面目な話しようとして、でも気になりますよ ね、 よね、中年特有のこう歯医者さんにかかる病気っていうかね。そう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 、うん、まあそれはもう第一は歯周病ですよね。歯周病って聞きますもんね、怖いんですって、うん、怖いですね、マジであのほら歯周病とかであのちょっと死に至る病になっちゃうかもって、そうね、大体あの死亡の原因の第一は肺炎、肺炎って言う、そうですね、肺炎は、肺炎は誤嚥性肺炎って聞いたことあります。あ、なんかちょっと言葉が詰まったりとか、口の中が汚いと、まあ、細菌でいっぱいになるわけ、ね、うん、それがこう唾液に混じって自然にこう肺に入っちゃう、うんうん、だから口の中が汚いと肺炎を起こしやすい。うん、じゃあ先生ちょっと聞きますけども、うんうんうん、日頃先生はだいたいどのくらい歯磨きしてますか。そうなんです、聞いてみたいですよね、うん、あのね、結構やるときは30分ぐらい磨いてる。え、いや、うん、何ですかそれ。いや、だからなんかしながらずっと磨いてる。歯ってそんなに磨いて大丈夫なの。大丈夫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 。でもやっぱり手で磨くんですね。手で磨いて、ね、機械とかで。そうそうそう、結構ね、あのほら、あの、うん、電動歯ブラシ、電動ブラシと手ブラシに差異はないという言われてる、ね、そうなんですか。そんなに差はない。ちゃんとでも丁寧に、私なんかあの、うん、ガサツだからこう、いやちょっと横に磨きすぎっていうか、あの、うん、こうやって磨きすぎですよってよく注意されるんですけど、うんうん、はいはい、やっぱああいうのって分かるもんなんですか、見ていただいた時。分かりますね、すぐ分かる。擦れてるとか、うん、擦れてるとか、同じとこしか磨いてないとか。あ、そう
なるほど。だから磨き残しがあるからそこから悪くなる。磨き残しが問題なんだ。例えばその、まあ、いわゆるこう歯磨き粉なんですけど、うんうん、それはどんなの使ってるんですか。歯磨き粉は、ね、あんま関係ないの。関係ない、うん、関係ない関係ない。歯磨き粉って関係ないんですか。関係ない。塩とかいう昔は昔でしたよ。これ塩つけてね竹でこうやって部屋の掃除と一緒。部屋の掃除だから例えばあそこら辺のほら隅っこを、隅っこまでこう丁寧にやると、歯ブラシもほらこう隙間とか、ね、隙間とか丁寧にやる、だからきちんと毛先が当たったところは綺麗になるわけ。毛先が当たったところ、そうよね、だから上手に磨くと綺麗になる。上手に磨く、上手に足らないね。30分だってペタちゃん。いやいやいや、まあ、30分は大げさだけど、まあ、だからちゃんとね、習ってちゃんと習って、正しい磨き方をマスターするといいということですね。そういうことですね。それともう一つ気になるのは、うん、私はあのここがここで、あの鳴ったりするんですよ。それね、健康調査質問票というのがあって、ちょっと持ってきましたけども、ぜひやってみてください。私に、はい、顎の関節が痛い。 あるある。そういう時あーって痛いような時がある。顎が鳴る。あ、鳴る鳴る。カクカク。片頭痛。あ、頭に片頭痛あります。肩こり。あ、全部あります。首筋のこり。あ、ありますあります。腰痛なんていうのもありますね。え、腰痛、歯と腰痛って関係あるんですか。あるある。へえ。やっぱほら、手のしびれとか。あ、まあ、どうぞどうぞどうぞ。手のしびれ、うん、本当ありますよ。あとは、まあ、歯ぎしり、食いしばりっていう。あ、私食いしばり、歯噛み締めず、あの虫歯がないのに、痛いような気がするっつって歯医者さんに言ったら、ちょっと噛み食いしばりがあるんじゃないかって言われたことあるんですけど、それってあるんですか。タイプ的に食いしばるタイプとか。 あります、ちょっと頑張りすぎなのかな、いろんなこと。頑張り屋だもんね、ペタちゃんね。あんまり頑張り屋じゃないですけどね。歯だけは食いしばるんですけどね。あ、そういう力が自然と入っちゃうっていうのは、あ、そういう食いしばりの人はどうすればいいんですか。そうですね、まあ、結局ね、それ無意識のうちに起こるから。そうそう、無意識のうちに自分で防ぎようがない。寝てる時とか。そうそう、ほとんど寝てる時に起こるから、一般的にはマウスピースってボクシングの人がするの。そうそうそう、そういうようなやつ、そういうようなやつの、まあ、噛み合わせをきちんと合わせたマウスピース、それを装着すると夜に正しい噛み合わせにすると夜食いしばらないわけ。噛み合わせが正しくないんですか。そう、噛み合わせが正しくないから異常緊張が起こるわけ。だから顔がでかいのは噛み合わせがあれなのかな。あの、でもそういうのってあるんじゃないですか。そうね、あんまりここをグワーッと噛んでるとここが鍛えられてここがでかくなるとかあると。あ、この顎がこれそうだったのか。エラが張ってくるっていうのは。いやー、どうしよう。そうだったのか、この顔のでかさは。初めて知った。あ、だからここを食いしばらなくなるとここがスーッとしてくる可能性はある。可能性。ということで、あの、やっぱ美しさも、やっぱり歯と関係があるということでですね、ますます興味深いお話を、今度はちょっとあの個人的なお話を次回はですね、伺ってみたいと思います。